島市では小野川の水から土砂災害が発生した昨日の夜にかけて、場所によっては雨量が統計を取り始めてから最も多い3時間で 217.5 ミリを記録するなど猛烈な雨が降っていました。例えば匂いがするとか、あるいは山鳴りがするとか、さまざまな前兆現象って土砂災害であるんですけども、その雨が